自分とは一体何なのかみたいなものを問うための、そう、自分に問うための一つの、なんだろうな、鏡みたいなものかもしれないですね。掘り下げるためのものというか、自分が何かを作ることによって自分っていうものの形を知るだとか、それを掘り下げ、自分がそれを作り出すために掘り下げようとしていく行為によって自分が見えてくるみたいなものなんじゃないかなと思いますね、うん、でもやっぱり自分がこういうものを、まあ、見てもらって作ったものを、でそのことによってその人と自分との間にこう、な、今回の展示もそうなんですけど、こう何をしたいのか、何を見せたいのかっていう疑問だとか、そのことを考えることによって新しい、それを受け取った自分に対する問いみたいなものっていうものが発生する。でその問いを、ま、自分の中の答えを自分の中に取り込んで、でそのそういったものがこう、うん、同時に起こるっていうこと、多くの人たちがそれを見ることによって新しい自分の中に今までなかったものが発生する、もしくはあったけど気づかなかったものがその人の中に残るみたいなことがこう繰り返されていくっていうことがアートの一番大きな要素なんじゃないのかなと思いますね。